購入されるその年齢層ってどのくらいの方多いんですかね。そうですね、なんで、まあ、その子育て層でも若干やっぱり中学生高校生ぐらいになって来られたぐらいの家族層の方が多いと思いますね。あ、はいはい。どうしてもクラブとか部長とかの送り迎えに荷物があったりとか、あ、はい、そういうファミリー層ですね。あ、子供さんがちっちゃいとあのまだカットとかね、あ、そうですよね、結構好まれたりあのいただけるんですけども、はい、ダイハツさんの中ではこれは足回りはどうなんですかね、硬いですかね。どうしてもやっぱりこの背の高いタイプは多少硬い設定になるんですね。ああ、はい、どうしてもその分ロールがあるもんで、ああ、そうですね、うん、なんで、まあそう、硬いか柔らかいって言ったら硬い設定なんかもわからないですね。ああ、はいはい、いや別にもカーブなんかで曲がるときに遠心力で車が傾いちゃうんで、ああ、なるほど、はい、一番人気のカラーっていうのもんですけど、何キロぐらいまで前の車止まるっていう、はい、なんでこれはあの SA2 っていううちのスマートアシスト2なんですけど、トールの場合は、はい、で先ほど見てもらったムーブカスタムは SA3 スマートアシスト3なんですよ、はい、なんでこちらが2の方なんで、はい、これの作動量計に作動が、緊急ブレーキは30キロ以下ですね。あ、はいはい、でただ SS3 になると緊急ブレーキ50キロか、はい、あ、なるほど、そうなんですね。あ、なんでただまあそういうそれまでの間に衝突警報であったりとかいろいろ話しますんでね。あ、はい、単眼カメラですかね。これは単眼カメラとレーダーレーザーですね。あ、でスマートアシスト3からはステレオカメラになってますんで、あ、はい、はい、